はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今朝もね、朝からカラカラカラサワー合成。合成。合成。はい、改めておはようございます。おはようございます。ね、どうも。今年始まって2回目の放送です。そうです、はい、ね、やっぱ2回目やからね、やっぱ今日今年初のね、イケメン君2人一周にちょっと挨拶をね、お願いします。はい、では相馬さんからよろしくお願いします。来るかなと思ったけど。はい、おはようございます。明けましておめでとうございます。今年はね、もう始まっていっぱい飲んでるけど、まだまだこれからね、飲む量も増やしつつ、レオナの面白さも増やしていこうと。引き立て役みたいなね。引き立て役で。今年もよろしくお願いします。おう。はい。静か。俺、あの、ちなみに20 何歳って聞かれた時27歳です。はい、はい、はい、次。はい、はい、皆さん、明けましておめでとうございます。イケメンでおなじみの、はい、レオナです。誰誰、はい、イケメンでおなじみのレオナです。ピノセカンドイケメン代表、ピノセカンド1位。1なん、イケメンのレオナです。どうも。食べたね。はい、はい、まあ本年もね、やっぱりこう2部、ピノセカンド2部でね、やっぱりこう朝をね、盛り上げていきたいなって思うので、皆さんどうぞ今年もよろしくお願いします。おー、はい、あり、いいね、これイケメン揃ったらね、もう、ありがとう、もう絵も映えるわ、映えるもん、めっちゃね、もうこれコメントだーって、もうな、僕の服もめちゃくちゃ映える、これもうすっごい映えるね、いいね、一番目立つね、こんだからね。すごい。じゃあまずね、乾杯しますかね、朝から KP KPPPP みたいなね、来るかな、コメント KP って来るかな、 KP 来る、来た来た来た、来ました KP。 あー、いい、そのね、今ちょっと始まる前にね、 KP って何ってトーマが言ってね、 KP ってのは乾杯のことなんだよって、あのレオナが ね、教えてあげたっていうね。レオナ結構そういう用語強いもんね。そうですね、僕は結構ネットに強いホストとして、やっぱりもうこれからね、やっぱりこう有名になっていくのかなっていうのが、やっぱ自分自身が分かるんで。そうね、うん、はい、分かるね。誰よりもやっぱりこうネットに強い、おネットに強いホストになっていこうかなって。おなるほど、はい、もう営業始まってからホストラブチェックするみたいな、ね、もうすっごい、もうそこ G も自演するみたいな、レオナ君かっこいいみたいな誰誰それそれなんだあいつはみたいな。これからホストラブにレオナの名前が上がったら全部自演、もう全部自演ですね、僕の。やばいね、もう自分で持ち上げていかないと、やっぱりこうめっちゃ戦い出して、おレオナめっちゃ売れてるやって言ってるのに、レオナないし、ふう、なんかね、これ俺が書いたんだけど、まあまあ俺が書いてる、ね、おい、誰だよコメント、レオナクソデブって書いてやつ、おい愛人調べるぞてめえ、言ってますぞ、おい、やめて、やめて、ちょっと信念、そうそう、やめて、信念、そうそう、やめて、ちょっとめっちゃ切れてるやん。マジちょっと調べてやるからの、ほんとに、ネットに強いからね、ネットに強い、ネット弁護士もやっとるからの、ほんとに、弁護自分で頑張れよ。ね、めっちゃこの FUKK、 あ、これか、そうそう、これですね、これどういう意味なの FUKK、 これよくやっぱこれ着てくるたびに、やっぱ従業員の方々にも、やっぱりこうなんて読むの、初回のの頃なんて読むの、聞かれて僕分かりませんと、分かるね、なんだっても学生じゃん、英語はとことん苦手でしたもん。もうもはや自分で作っていいんじゃん、 FUKK みたいな、まああいう作文的な感じでね、 FUKK みたいな感じで、やっぱこうちょっと後で振るけん、考えとって OK でーす、任せてください。でも気持ちを表してるねって、知らないの、お、もしかしてブランド、え、もしかして、もしかして、俺あんまブランド詳しくないから、なんか、なんか無知なホストアピールしてしまった、もしかして、3人とも今、ま、そうですね、もしかしたらね、ちょっとこれ俺ら恥ずかしい、ふんどしを後ろから腰に回しに、ふんどしを後ろから腰に回しに、最後の件やなりんで、ふんどしを後ろから腰に回し、すごい、ありがとうございます、ネタ提供ありがとうございます、マジでこう、さっきからクソデブ最高とか調子こいてるやついない、でもね、結構正月みんな太るって言うけど、レオンはね、そんなに、僕はそうですね、やっぱりむしろ痩せたんじゃない、むしろお母さん、やっぱママがね、やっぱママがなんでそっちに言い換えた
逆じゃママがやっぱりこう、うちのマミーが、マミーがやっぱりこう、僕のやっぱこう 体のことを考えてくれて、やっぱりこう規則正しい食生活を送らせてもらいました。やっぱりなるほど、お家帰ってしゃぶしゃぶ、すき焼き、あ、何食べたかな、鍋かな、いいね、全部も全部あったかい、まあ、鍋はね、大体全部ね、そうですね、全部な、まあ、全部部類は鍋ですけど、いいね、いやでもお母さん優しかったですね、その愛を受け、愛を受け、ちょっと太ったかなと、やっぱり、いや僕は全然そんなもん認めんな頑固やないっぱい食べたのに認めない、そうですね、やっぱり僕はこう、でみんなこうデブってクソデブって書いてらっしゃる方もいらっしゃいますけど、はいはいはい、僕自分自身デブだとは思ってないんで、飲んではないの、まあ、そうですね、レオナの体は愛が詰まってるから少し大きく見えるんだと、そうですね、その指名の女の子の愛が詰まりすぎて僕の体を膨らんでしまったと指名の女の子とママの愛が、ママの愛、まあ、多分八割でママの愛かもしれないですけどね、ちょっとマザコンホスになっちゃうね、そうですね、マザコンホス、危ない危ない、あんまりこれまだホスラバレる、そうですね、ネットに強いマザコンホスとしてこれからね歌舞伎町でもしかして有名になっていくかもしれないんで、皆さんもその時はもう、まあまあでもマザコンって一概に悪いわけじゃないからね、そうですね、やっぱり家族愛があるってことね、母さん思いでね、あとは度によるよね、まあそうですね、やっぱり親孝行はしない、なんか結構レオナはアンチが多いのかななんか叩かれ出したってね、でもね、これが叩かれるってやっぱ美味しいことやからね、そうですね、もしかしたら今レオナ自分で携帯じって叩いてるかもしれないからね、もしかしたらね、これもう一人の僕、お金で雇った僕をね、こうやってクチクチクチってやってるかもしれないですからね、ちょっと俺の名前をコメントにいっぱいあげて、そうですね、やっぱこうやってコメント数が増えていくんで、そう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 、まあ特に最近の流行る炎上ホスト、いいね、炎上商法やね、炎上商法でこう自分を有名にしていくっていうのが、ね、でも大事だよね、それで叩かれることって本当にね、悪いことではないからね、そうですね、やっぱりね、なかなかのかな、なんかトーマは多分ね、今この感じから見ると絶対叩かれそうなキャラじゃないんだよ、そうですね、トーマってね、こうやってまあ例えばね、まあこういうところしか顔できないけどね、ホスラブね、ホスラブとかでさ、トーマなんとかみたいな書かれたことある、全然ないっす、ないよね、なんか書かれそうにないよね、しかもこの前書かれて、うわ書かれた、書かれた内容が、おう、トーマって話題出ないけどホモなの全然お金と上がってこないけどでもやっぱホスラブでもね、やっぱいい子はおるもんで、うん、その返事にね、ちゃんと何そういうあれるようなことをしないからじゃないかなみたいな、なるほどね、うまい具合にフォロー入れてくれたわけね、なるほど、うんうん、まあ、逆に ID 調べようかなと思って、逆に嬉しいからありがとうって、ありがとうって言いに、なるほどね、でも本当にでもね、なんか今後書かれるのかなと思うね、トーマによったら、うん、そういう変なね、やらかすようなこともなさそうだし、そうですね、全くそういった気配が全く感じないですもんね、わ、うん、からんね、うんうんうん、いやいや、何してるかわからない、それに関してコメントしすぎてトイレの面倒からねあ、トイレからコメントしてくれてるのね、あ、まあ、さっさとトイレで一生懸命レオナ叩いてるよね、さっさとしろよトイレマジで俺にかまってんなよ、ほんとそうやな、かまってる暇があったらな、ほんとだよ、うんうん、トイレからってどういうことやねん、本当にもどうしても好きなアニレオナを叩くと、叩きたくてたまらん、もう僕よりネット依存じゃないですか、ね、レオナ燃えてるよ、もうでも愛されてる証拠やん、愛されてんな、本当にありがとうございます、本当に、ね、この時間のトイレは出勤前かな、もしかしたらホストの出勤前かもしれないしね、あ、そうですね、もしかしたら同業の方でも危ない言われてるかもしれない、ネットに強いライバルホストかもね、いやー確かにこれちょっとライバル意識 持たれてるかもしれないですね、急になんか放送始まってから、まあ、僕今日初めて言いましたよね、ネットに強い放送でね、まあこういう感じで、まあ、2人のねざっくりした紹介は終わりまして、はい、ちょうどね一昨日かな、あ、前回の放送で今月のねイベントを結構言っていったんやけど、一昨日はバトルイベントみたいなのがあって、はい、まあ内容としてはどっちがいっぱい飲めたかみたいな、単純にね、そうですね、どっちがお酒、どっちのチームがお酒いっぱい飲めたかっていう勝負やったんやけど、はいはいはい、ね、もう結構飲んだんじゃない、結構飲みましたね、飲みましただいぶ、ね、だいぶ、まあ、俺とレオナとマは別チームやったよね、そう別チーム、ここで、でまあ残念ながら僕勝たせていただきましたけれどもね、うん、2人は本当に飲んだのかなと、いや僕は飲んだつもり、俺らしか飲んでなかった、あ、むしろね、むしろこの2人しか飲んでなかったのかなっていうのが、なるほど、みんなサボってた、終わった後レオナだけベロベロやったもん、俺らが負けたのはみんなのせいやと、まあそう捉えられてもやっぱいいのかなっていうのがやっぱり個人の体験です、うんうんうん、なるほど、まあまあね、もうやることはやる、まあ、誰よりも飲んだってことだよね、胸張って飲むね、それはね、結構ね、でもね、あのイベントの名目がなんかの、うん、飲みまくろうぜイベントやったら割には意外と潰れた人間少ないんじゃないかなって、はい、まあ最終的に潰れたのが 2,3 人だよね、そう 2,3 人ぐらいですね、もっとうわーってみんなもう寝転がるぐらいね、うん、もうよかったんじゃないかなと思うけどね、そうですね、結構
まあ、一番良かったのいいのはやっぱり事業員全員がこう潰れて、うん、ああってなるのが一番ベストな、まあね、でもそしたらもう収拾つかんことあるけどね。そうですね、さすがにね、さすがにそうなっちゃうんだね、やっぱりこう、うんうんうん、楽しかったね。まあ楽しかったね。なんかね、女の子たちもね、あの姫たちもめっちゃ飲んでくれて、すごいね、いい、まあいいイベントだったんじゃないかな。一体感がいいですよね。そうですね。大体ほら、結構やってるのが、売上バトルとかよくやってるんだけど、ホストクラブって。あの、本当に単純に飲んだ量を争うっていうのはなかなかやってないんだね。結構。だから珍しいバトルイベント、ありそうでなかった。やっぱああいうのはやっぱり年一でちょっと年一でいいですね。あれは誰が一番飲んだらマサヤチームゲスト、俺でしょ。それはそれはもうチームリーダーね、俺が飲まんと誰が飲むっていう感じでね、飲みました、気合い入れて。やっぱり、うん、高いお酒入れたら一発だもん。そうやね、売上バトルやったらそうなっちゃうからね。逆転ってのがあるからこそね、もう普通に飲んだ量で争うのは2部らしいイベントだよね。そうですね、うん、そうですね。お金だけじゃないんだよと、肝臓も大事なんだよ。肝臓が一番大事です。そう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 、で、あと残ってんのが今月は、来月かね、あ、来週があ、その3人の中の処理やんね。あ、そうですね、で、お腹えで豊か、はい、まあそうですね、こうこの場を借りてちょっと告知させてもらうんですけど、いいよ、はい、来週、うん、はい、19日木曜日、まあ僕、まあ入店してもう早半年ぐらい経ちますけどはい、やっと私ね、入店祭が行われます入店祭半年経ったのにもかかわらず今さ、え、俺も入店祭と思いましたけど、半年経たないと認められないのかな、ね、むしろ今までこう体験入店だったのかなってこう疑うレベルでちょっと店にと疑問抱きますけど、研修期間、ね、そう、研修期間、やっと使用期間を終えてやっとこう入店を認められて、ね、入店祭が行われて、ぜひ皆さん、うん、全員僕指名で来てください。お願いします。見て皆さん全員もう、ね、僕指名で、はい、そこはぜひどもね、そうですね、せっかくね、こうやって見てくれてるからね、はい、本当に、まあ半年もしてやっと入店したってことは、今月どんだけイベントなかったのかなってね、そう、裏を返した逆に今までありすぎたんだろう、ね、ちょっと今までがね、裏を返すのやめましょう。まあ、ね、まあ、年末からね、イベントが詰まってたからね、はい、やっとね、ちょっとゆっくりできる感じで、はい、まあ楽しみはね、でも入店祭ね。そうですね、だから来週はもう入店祭、まあ、一回やりましたけどね、トーマさんとかマイケルさんとかユウさんの入店祭にプラスアルファで僕と、あ、そこも来週でもうやったのね。ああ、じゃあ今のカットでちょっと、いや、今のカット、今ちょっとカットお願いしますね。もう一回ね、ちゃんと、ね、もう一回改めてちゃんと主役として入店祭やるってことだね。そうですね、もうポスターも、はい、僕がど真ん中で、お、はい、やらせてもらってるんで。あ、そうなんだ。そうなんですよ、よ、それもあれはハードル上がるね。上がりますね、もうちょっと自分で上げちゃったな、やべえなこれじゃあね、来月のナンバーをね、レオナとトーマと変えて、ちょっとレオナと変え、レオナと変え、豊かレオナと変え、豊かの3人、誰がね、その3人の中で上取るから、ね、楽しみやね。そうですね、みんな楽しみにしとってね、ぜひとも FUKK がセンターやから。そうですよ、うん、そうポスターでね、やっぱりこの3人の中でもやっぱりこう3人イケメンいる中でやっぱ僕がセンターってことはやっぱそういうことって皆さんも分かってると思うんで、うんうんうん、はい、だからそれ2人ディスってない、全然ディスってないです、それは全然ディスってないです。お、フックかますぞ言われてる、あら、お前フックかますぞお前ええちょっと今年のレオナ血の気高いからね、ちょっとねちょっと路線変えたのかな。いや、全然そうじゃないです。ちょっとイケイケキャラになるみたいな、か、瞑想してるかどっちかですね。いや、瞑想はしてないですね、僕はもう全然、もう、あ、この赤の通り、血の気の多いコースだよ。そうやね、マサヤさんの赤いけどね、まあね、ほんとや多少血の気が多いぐらいでもいいよね、男はね、やっぱり、まあ、そうですよ、ガツガツ、ね、うんうんうん、方が、うんうん、なんだかんだ、なんだろう、うん、一番強いポストのジャンルっていうのは、はい、俺はなんと思うんだよね。まあ、オラオラも男らしいオラオラもでき、はい、あの、まあ、ニャンニャンって言ったら、まあ、甘えたりもでき、はい、うまい具合に、あの、何、母性本能くすぐる感じ。なるほど、なんかある、どういう感じのジャンルにホストになりたいみたいなのある？俺もうマイペースなんでね、こうそれをなんかこううまいことねできたらいいかなとは思うけど、あ、マイペースを売りにしていけたみたいな、売りっつうかいい意味で適当な、いい意味でマイペース、うんうんうん、お客さんでも波長があった上での話ですけどね、ふんわかしてる感じね、うんうん、まあ大型特有な感じだね。いい意味でね、うん。俺も大型やから結構似てるとは思うもんね。なんか、まあ、いい意味でマイペース。自分のまあなんか変でもなんかでも理想はちょっとオラニャンにちょっと憧れるけど、ね。憧れはしますよ。その自分に持ってないもんなんでね。そう、うちのね、あのキューがオーナーがね、
あの結構オラランなんだよね。もうオラランの代名詞なぐらいオラランなんだけど、見ててはこういう感じでできたらいいなってめっちゃ思ってたけど、ちょっと難しいね、あのテクニックね。ちょっとオラランのテクニックですか。レオナはどういうスタンスが理想？理想はそうですね、やっぱりあんま考えたことはなかったですけど、今こう考えるのであればやっぱり、お前オラニャンかな、オラニャンかな。ああ。今出たばっかり。すぐ使うぜ。オラニャン。オラニャンでいいの？オラニャンでいいです。あ、僕もニャンニャンできますよ。今ちょっと前半オラオラしちゃったから。そう、後半もしかしたら、ニャンニャンの部分がちょっと出ちゃうのかな。CM 開けたからもうニャンニャンレオナみたいな感じ？ちょっと猫耳用意してもらっていいですかね。見た目から入る。いいですかね。形から入る。ちょうど今、もうすぐ CM やからね。そうですね。じゃあちょっと後半のレオナを楽しみにしようかね。それじゃあ俺はちょっとニャンニャンしないけどね。はい、見たいな。じゃあね、じゃあ最後はね、オラオラな感じでちょっと CM 言っちゃってや。じゃあお前ら CM の後も見ろよ。あ、ちょっとニャンニャン出ちゃった。はい、始まりました、後半戦。あれ、みんな喋んね。ちょっと今、猫を意識して僕ちょっと目標のポーズとやらを。今、目標やったら分かりづらい。今、目標のポーズをちょっとしてるんですけど。絶対分かりづらいよ、今のカメラから見て。僕も見てて。全然分からんやん。どんだけ顔をアップにしたかみたいな感じだったけど。これでも横から見たらちゃんと猫なの。まあそうですね、ちゃんと猫、ちゃんと猫になってますかね。ちょっとこうやって。なんか横から見たら。猫になってますから。かわいいね。かわいいね、もうね、もう。じゃあね、後半はね、ニャンニャンのトーマじゃないですか。レオナが見れるってわけはね。まさにそうですね。ちょっと泳しちゃったわ、もう。はい。ね。で、前半戦ちょっとね、レオナ推しがちょっと強かったんでね。そうですね。ちょっと後半と遠回しをしていきたいんだけど。遠回しで。お、ニャンニャンの、まさにそれ置いといて、ニャンニャンのトーマが見れちゃうんですか。見れちゃうんですか。俺でもニャンニャンすることを今までの人生あんまりないかもしれない。じゃあ新しい自分を開拓しよう。ああ、今からですか。そうですね、メディアのして。さっきね、女の子、さっきコメントだったんだけど、女の子はギャップが好きだよと。ってことは、おっとりしてるトーマのニャンニャンもちょっと見たいなみたいなね。なかなか見ないですよ。ちょっと新しいキャラを開拓っていうのはでも大事だと思う。2017年も明けたし。そうですね、新年もね。ちょっと新しい自分を出そうかなみたいな。だいたいこのメンバーで出たら無茶ぶりっ子は来るっすね、毎回。いや、無茶ぶりなの、それを無茶ぶりで受け止めるのか、成長材料として受け止めるのか、どっちかね。受け止め方やと思う。全然、いつも僕にやってるような感じでやればいいんですよ、ニャンニャンと。そうそうそう。例えば、じゃあ、なんか、トーマがじゃあ、まあ、ホストの話ね、何かシャンパンだったり、クリスタルだったり入れたいです。それを、普段、ちょっと男気を見してる女の子に対して、ちょっとニャンニャンで入れてよみたいな、煽る。どういうふうにニャンニャン出すか、そう、どういうふうにニャンニャンで煽るか。おぉ、ニャンニャンって言ったらまたね、こう、まあこれはやっぱこう、女役を取って、あ、じゃあ女役からね、これをちょっとでも、ね、ニコ生で見せて、僕でいいんですか、俺の煽りをね、ニコ生で見せてもいいのかっていうところですね。なんでなんで、ね、いやまあちょっとね、次やったらもったいないんじゃないかな、もったいない、あ、このなるほど、
この魅力がね、うん、指名料もらわないと俺は死ねえぞと。ああ、じゃあちょっと皆さん課金してくださいね。変わっちゃったからね、俺もうね。課金してくださいよ。なるほど。課金ユーザーになってくださいよ、皆さん。トーマも言うようになったね、ちょっと。課金ユーザー。ニコラマジア見せねえぞと。ニコタケ君止まってんじゃねえよ。いくらからだ。払う気満々じゃねえか、お前。叩きたいんか払いたいんか分からない。だね、じゃあここでは出せないと。そうですね。なるほど。まあ、それはぜひこうお店に来て、トマソン指名してから。ちょっと見たかったな。見たかったな、そういうのな。なんだろうな、この憤りを感じる気持ち。ね、もうでもじゃあね、じゃあもしこれから指名に来てくれたらニャンニャントマが見れますよ。それはもちろん、もうそうですね。このニコ生見てくれたっても言ったらそれだけでも刺して。刺する。刺して。これこれニャンニャンしないといけないなと。あ、これ世代関係ないっすよ。ニコ生見たって、うん、姫に対しては、じゃあ俺やらなきゃいけないな、みたいな。ね、そうだね。そうですね。結構ね、やっぱりニャンニャンってね、あの使い分けて使い分けによってはね、結構いいからね。そうですね。結構女の子ね、ニャンニャン好きな人もおるからね。母性本能強い人が多いからね。そうですね。うん、やっぱりね。でも、やっぱりこう、マサヤさんがやっぱ、ニャンニャンしてる。いや、俺はちょっといいや。俺はちょっと、ね、やっぱそうですね、やっぱりね。俺はね、あのね、ニャンニャンはちょっとね、本当にできない。甘い顔で。いや、それは、あれじゃないですか、さっきトーマさんの言葉を変えて言ったのよ。あ、もう、話がよかった。もう、俺は自分 MC やから、ちょっと二人を引き出したいね。そうです。俺らは別にどうでもいい。どうでもいい。俺はただ場を繋げるだけやから。あ、すいません。みんなは二人を見たいからね。はい。そうそうそう。そう。やっぱりレオナとね、トーマのね、いいとこ発掘返したいからさ、やっぱり。そうね、こうやってみんなもまだ2人のこと知らん人もおると思うから、はい、そうそう、だからどういうね、みんなどういう、みんなにどういう男なんだってことを知ってほしいな。そうそう、だいぶ僕も前半戦で僕という男が伝わったみたいな、うん、伝わったね。だいぶ伝わってます。前半どころがもう毎回でね、濃いぐらいね。楓いないやん、そういえば。別に楓は別に MC じゃないからね。楓レギュラーじゃねえし。うん、なんかレギュラーみたいになってるけど。なんだ、欲しがりかよ。自分で言い出してるんですからね。うん、なんかね、ね、新しい MC になるかもしれないみたいな、うん、俺は言ったけど、うん、そんなね、だからといって毎週出さないからね。うん、だからといって、まさやさんから降りることはないですからね、MC。俺はまだまだまだ、ね、もうちょっとやらして。まだ現役だぞと。まだね。若い世代に。でもあいつマジで多分狙ってますよ。そうね、ちょっと座を狙ってますね。いずれはね、いずれはやけど、まだまだ全然上げる気ない。みんな我慢してね、もう楓見たい人もいると思うけどね、うん、そういう時は本人が出る時に言ってね。まあそうですね、うん、いや、うん、あ、嬉しいね、まさや一緒 MC して嬉しい。こういう言葉を待ってた。まさや夜道の背後に気をつけてね。それ楓に襲われる可能性があるからね。危ないね。危ねえ。どんだけ MC したんだよと思うけどね。トーマとレオナはそういうのないの？なんか俺がやりたいぜみたいな。はい、ああ。え、まあ、このだニコ生で MC じゃなくてもいいよ。なんか、はい、唯一俺がやりたいことみたいな。あ、こう譲れないみたいな。それだけ譲れないぞと。うんうん。そうですかね。やっぱりこう僕はですけど、やっぱりこう女の子が来てくださってで、まあね、ところどころ、まあ、たまに食べ物があるんですけど、そこはのヘルプは俺譲れないな。あ、なるほど。うん、そうですね。フードがあったらそのヘルプむしろさせろよ。させろよ、うん。俺にさせろ。なんで俺呼ばないんだと思う。おかしいだろ、お前。何のためフード用意してんだよ。俺を呼ぶためだろ。普通シャンパンとか入れて呼ぶのに、フードなんやね、俺の場合は。そうですね。あ、なるほど。そんなこと言ったら今月もまたね、出受けになっちゃうよ。全然もうこれデブって言ったやつ後から消すからな。もう覚えてるよ、本当に。もう覚えてくれます。なるほど。ネットでは強いからな。食べ物感では譲れない。まあそうですね、食べ物感では。トーマは何かある？俺でも地味に、結構言われるんですよ。なんか、トーマってお酒飲まんよね、みたいな。なるほど。どうも俺飲まんイメージがあるらしくて。なぜかね。なるほど。まあ、知らんと思うけど、しれっと飲むんすよ、俺は。むしろ、強いよね、トーマね。トーマさん強いっすね。そうっすね、お酒の強さでは俺まあまあ自信はある方っすね。うん、そのうぬぼれじゃないけど、みんな飲んでないって言われるのは実は飲んでるんでって、こうひっそり、ね、ひっそり水面下のタンク上げようみたいな。うん、ほう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 、ちょっとかっこよくなかったよね、まあ、飲んでるの別にアピールする必要ないもんね。そうですね、まあ、そうですね、アピールせんでもね。うん、香川なんだけど、香川ね超強いってね聞いたから。バグってますね。ね、なんかまた地方の方ってやっぱ飲んで喋るのがもうかっこいい、モテるみたいな。ほうほうほう。じゃないと指名しないみたいな。うん、まあ、風潮がちょっとありますからね。
え、ってことはトーマはまとめたら飲んでないの、あ、飲んでなさそうで飲んでるイケメンホスト。はい、ありがとうございます。あ、まあ、俺イケメンなるほどね、あ、そういう感じで飲んでないけど飲んでそうなことを出したいわけや。なるほどなるほど。あ、もうそれをアピールする人はないんじゃないかと。もうこのね、東京のスマートにね、東京の人らしくね。あ、スマートになったわけね、東京の人で。うんうんうん。でも忘れちゃえ。なるほどね。香川忘れちゃダメだぞ。香川県の人間なんて午前とかしかやってない。あ、そうなの。夜空いてないですよ。ええー。夜にうどん食べるのはこっちで言う夜にジャンクフード食べるのと同じです。うどんなんて夜食べるよ俺は基本。うどん僕は。そうなんだ、香川そうなんだ。香川の常識は東京の常識と違うぞ。え、そんなマジレス戦取ってくる。ネットに強いホストバースとお酒に強いホスト、さてどっちが勝つのでしょうっていうの今後ちょっと楽しみやけどね。まあそうですね、土俵によるっすよねこれでも。はい、やっぱ今のとこさ、2人ってあんまり入った期間そんなに変わんないやん。そうですか、ね、何ヶ月ぐらい。多分2ヶ月ぐらいですか。2ヶ月ぐらいですね。2ヶ月ぐらいやね。はい、やっぱ今年はやっぱりレオナね、勝ってほしいな、やっぱトーマに。あ、やっぱそうですね。レオナガンガン来てますからね、うん、今ね。やっぱりこう、まあ、顔はね、まあ、顔は全然僕全然大差ないとは思ってるんですけど、やっぱりこう、やっぱね、それ以外負けるようなもんじゃないか。レオナがトーマに何を負けてると思う。僕ですか。顔を勝ってるやろ。顔勝ってます、はい。あとはネットの知識も勝ってます。ネットの知識も勝ってる。体脂肪率も勝ってるし。体脂肪率も勝ってるし、あとはもう、あ、食べる量も勝ってる。勝ってる。足の短さも勝ってる。これはまあ違うだろ。ちょいちょい悪口あるけどね。でも、そうです。あとは気持ちの問題ですかね。うん、あ、メンタルでは負けると。メンタルがちょっとひ弱なんで。唯一言うならばメンタルがちょっと弱いかな。そうですね、ちょっと豆腐メンタルの部分があるんで。強いと思うけどね。強いと思うけどね。ミスられる量も勝ってる。なるほどね。おい、デブデブうるせえぞ、お前。調子乗んなよ。メンタル要素に見えない。見えない。まあね。レオナ多分俺、店でもうほんまトップクラスのメンタルの持ち主だったなと思う。でも本当にギャップなんだろうね。こういう感じで一番強そうに見えてるけど実はやっぱり繊細なんだよ。そうそう、ちょっと虚勢張ってる部分とかやっぱあるんで。今日ね、なんかね、みんないいことにめっちゃレオナのことをいじってコメント書いてるけど、これ終わった後の俺のレオナへのフォローが大変やからね。そうですよ、本当にもそんなことないよ、本当はデブじゃないよってもうフォローしないといけない。ってなりながらね、もう完全に立ちたるからね。みんなもうめっちゃいじるけどかわいそうに。本当ですよ、もうやめてよ、本当に。今日このまま帰っちゃうかもしれんからね、出勤戦で。普通にもうお疲れ様でしたみたいな感じで帰っちゃうかもしれないんで。唐揚げ食べに行くやろ。そうですね。でもほらレモナごめんって言われて、ね、よかったね。いいよよかった。大丈夫、またちゃんと出勤する。ちゃんと出勤します。よかった。じゃあ、ね、パッと終わらせて綺麗に。はい、じゃあ今日も朝から唐揚げお疲れ様でした。お疲れ様でした。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。